児玉家庭肖像小玉家庭大正2年1月14日は、明治時代の文人画家、陽明を失つ。意味縄道広、地尾、下剣氏。画後に、家庭、家道人、丹、人志、剣仙三宝。晩年は、家老生、家沖なとをした。よろしけむりようずし本牧画牧所の有田さん、新商事所蔵家庭は、 新州支部温泉で生まれ育ち郷土愛の強い画家として知られる。祖父の陽道は信仰心に厚く仏門に帰えし、同尺人物図をよく描いた。父常松は三男であったので分家して温泉宿に商いする雑貨商であったが文武両道に秀剣道の達人であった。幼少期の家庭は近隣より神道として知られ、そのばを得意とし絵や書を好んだ。 佐久間正山は、牛松少年が修辞するところを見て将来ものになると、褒めたという。また人からもらい受けた、何画かひねたいさんの画像を、宝物のように大切にして常日頃模写に励んでいた、らしい。家庭は15歳になると、佐久間運送について、本格的に画技を学んだ。毎朝4時に起きて林村まで、片道6里を歩いて通ったという。死運送は、 谷文長の孫弟子にあたり陳南平風の課長画を得意とした。その後、交流時に参禅し、阿ぜが梅線より、漢学、経学、禅の指導を受ける。文人としての素養を培うとともに、人生の指南役として梅線を強くしたい、以降様々な形で梅線の援助を受ける。梅線の勧めを受けて、家庭は京都の田野村直入に入門。 帰郷後に出品作が明治天皇の展覧によくし、また絵画共進会など中央の展覧会で高い評価を得て画業は順風満帆となる。画質畜線三号を結んで画前三昧に過ごした。家庭の下には菊池慶月、小坂柴田、山本良亭、青柳義と千など多くの優れた門人が集まった。画友に長井雲平、加藤半慶、寺崎宏史行。 町田局長がいる。家庭は音楽を好み友人の長い雲壺より、月金を手に入れ主演などで断じたという。ただし日清戦争が開戦すると、戦地の兵士思い娯楽の活気を封じたという。また小林一茶をしたい、俳句もたしなんだ。背後を花庭とした。豪の家庭は、長随とに四宿しその豪である家庭三人にちなんだと、考えられる。ありがとうございます。